やばいやばいやばいやば、まあ、ちょっとねスプラトゥーンは音出しちゃダメなんで、まあまあ多分今ので怒られちゃうと思うけど、うん、まあ、風呂入ったんだけどさ、もうそんなことよりね、俺今更だけどさ、まあ、トレジャークルーズ半引退って言うけど、トレジャーマップ引退にするわって、ね、いやでも半引退だから半引退なんだよって。いや、まあ、トレジャーマップ俺もうほぼやらないと思うよ。もうやんない、俺トレジャーマップ嫌い。うん、いや4周年機能もすごい優しいのにしてほしいわ。なんかもう全てのマスが何かあるみたいな。でポイントはないよね。ランキングの差が出るじゃん、ポイント、ポイントコマくんっていうのはさ、差が出ちゃうからダメだと思うけど、それ以外は宝箱かなんかそういうのにすればいいと思う。あ、忘れた。4周年までいけるかな。もうダブルキャラ出ちゃったしね。で、まあダブルキャラの話なんだけど、ルフィ&エースがね強すぎるんだよね。レッドホークの完全上位互換じゃん。だキャラ編でルフィにしてたら、俺キャラ編ルフィがいいかなと思ってる。そのスロット1時 3.5 倍だけど、通常時 2.25 倍で弱すぎるじゃん、エースは。そんなって感じだから俺は使わないと思う。まあ持ってないしね、まずこのね、ルフィ&エースのルフィが強すぎる、うん、ああでもそっか、ステータスがエースの方が、あーでもこっち体力あるわ、全然体力も回復力もない、まあ、攻撃力がルフィの方が低いんだよ。エースの方が高い、ちょうど100かな、100くらい、ちょうど110くらい高い。でもそんな変わんねえべって話で、ルルッテルルルルルルチツツ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 で、ステータスも結構すごいしな。まあ、いやルフィが強すぎない？自由タイプキャラの攻撃3倍、体力 1.2、 受けるダメージ 15% 減って、超耐久パじゃん。いや耐久めちゃするやん。ルフィ&エースだったら普通の状態はルフィだろうね、俺は思うに。スロット1時って条件が厳しいし、なんかね 3.5 倍とはいえどね、うん、よーでらしてすごいな、通常時攻撃 3.5 倍って異常じゃない？それでも変身してもで、スロット1時 4.25 倍で、だってほんと上位互換すぎるもんな。敵全体にキャラの攻撃75倍の無属性ダメージを与え、1段内で1部のスロット影響が倍に、自由タイプキャラの属性スロットを持続性スロットに変換。あ、スロット変換なんだ。属性扱いじゃないんだ。あ、でも属性スロット全部変換も強いし、マルコ入れたらほぼお邪魔を入れられなければ、で、お邪魔があったとしても、あれでしょ？でもマルコとマルコ入れたらもう、5属性と連肉スロットが有利扱いになるわけでしょ。ああ違う、持属性になるわけでしょ。強いよな。強すぎじゃない今回の。マルコありきだと思う、結構。マルコ限界突破強いよな今回。でもダブルキャラ出たらもう終わりだと思うけどね、俺は。トリプルキャラでも出るかって話になるじゃん。あ、トリプルキャラとかありそうじゃない？いいね、トリプルキャラ。みんなトリプルキャラよくない？ルフィ、サボ、エースみたいな。それ3周年にやりゃよかったのよな。でも結構4年粘ったのは結構すごいんじゃないかな、俺は。ゲームとして4年粘ったのは、ほぼ4年粘ったのはいいと思うわ。まあ多分今年の4周年があのビッグマム編になるし、あとあれだよ、船長アクションで合体ができたってことは、
あのカポネギャングベッジが白白の身になって射撃タイプを6人で編成したけどめっちゃ強いみたいなのあるよね。受けるダメージを 30% 減にし、射撃タイプの攻撃力を 4.4 倍みたいな。で体力が 2倍みたいな。そのめっちゃ強いパーティーになると思う俺は。白白の身でね。でなんか10倍全体ダメージになると思う。ダメージ量はそんなに変わらないんだけど全体ダメージみたいな。射撃タイプの全体ダメージ10倍、ダメージ量はあんまり変わらずみたいな。フランキーの合体が来た。でもなんでフランキーの合体が来たんだろうなって俺は思っちゃう。カポネギャングベッチならわかるでしょみんな。あ、白白の身で中に入ってでうわーってなってなるのはわかるけどさ、フランキー将軍のってどう考えてもなんかカポネギャングベッチの予兆のために作ったとしか言えないよね。時間稼ぎみたいな。で絶対フランキー将軍の方魅力あるけどさ、やっぱりそのフランキー将軍の弱いところっていうのは、あのね、もしフランキーを両方で組んでも倍率がね、格闘タイプでなければ12倍しかいかないんだよ。フランキーを両方で組んでもそれが俺ちょっと弱いなって思う。でもその代わり12×1.25 で、違う違う違う、12×1.25 は15倍だ。でも被験獣エースより弱い。だから格闘パで組んでもまずフランキー自体が格闘じゃないからそれもどうかと思うけどね。まあ射撃格闘かって感じで、うんうんうん、でもね船長が強いんだよな。あのヤハス格闘斬撃射撃打突タイプの攻撃力2倍ってあれは強くないみんな。うん、俺の負けだぜ、俺の俺の負けだぜ、セクシーなしモーニングララバイ。でもルフィ強いなーって思う。ルフィ&エース、まあダブルキャラってなんかなって思うけどね。エース&サバとサバサバサボとかルフィ&エースとか できちゃうと思うし俺はね。でまあ次来るのがあれじゃん、サボ&ゾロ、あ違う、サボ&ゾロ、そんな組み合わせ珍しすぎる。まあルゾロ&サンジで、まあ、次とかにあれじゃない、ゾロ&サンジが来たら今度はナミ&ロビンとかチョッパー&ウソップとかフランキー&ブルックとかさ、で俺ダブルキャラで来てほしいのはあれだね、ゴールドロジャーと若白ひげみたいな、そういう組み合わせも見てみたいけどね。シャンクス&白ひげも出そうだけどね、4個はそれは違うなとは思うけどさ。あとなんだろうな、ダブルキャラ出そうな、ダブルキャラ、モーニングララバイ、あ、ガープ&戦国、戦国だ、絶対出るじゃん。ガープと戦国絶対強いよね。ガープと戦国出たらどんだけ強いのが来るんだろうな。多分コスト40以下のバギーのバージョンみたいな。ウリヌウリヌウリヌマキデジっていうか、トレジャーマップキャラもなんか俺超進化してほしいけどね、ぶっちゃけ。うん、なんでかトレジャーマップキャラさ、白ひげ強くしてほしい。あのトレジャーマップの白ひげ、さすがにさ1ミのスロット影響2倍くらいにはしてほしいよね。
弱すぎるもん。船長の意味がないんだよな。だからそれはちょっとなんか情報修正してほしいよね。条件が厳しすぎんだよな。スロット影響もお前できんのかって感じで。で、スロット影響くらい2倍にしろよって思わない？みんな。俺はめちゃくちゃ思う。で、そのね、使うところが限定的すぎるんだよな。遅延状態もしくは状態無効とか、そんな、ないからそんな状況。ほぼ最近は。あるけどね。でもあんだけどな。使わないよなって俺は思うよ。それはやめてほしいよな。白ひげは弱い。船長交換も微妙だしさ。あいつほんとやめてほしいよな。情報修正。ミホークは今のままでいいと思うし、そいつだけだと思うな。もうちょっと強くなってほしいっていうのは。それ以外いないもん、俺は。白ひげだけだよね、ほんと。なんか、トレジャーマップのバツナギ感でさ、白ひげあんな雑魚いの出すじゃん。あれはほんとやめてほしいよね。そう思わない、みんな。必殺技がね、さすがに弱すぎるもんな、あれは。片栗、もし新決戦片栗出たら1ミリのスロット影響を 2.25 倍にしてほしいわ。あの昔のドフラミングポジションでね、そんな強いのにしてほしい。なんだろうな、多分博識タイプ入るよな。格闘博識か打突博識か格闘かな。でも格闘っぽいな。平国は。で、まあこれからあれでしょ、なんか超進化で出るでしょ、スネークマンと。スネークマンいつ来るかな。あ、スネークマンの超進化は多分来年始まりあたりに出るでしょ、スネークマン。タンクマンは力属性だと思うんだよな。スネークマンは即属性なんだよな、絶対に。タンクマンは技属性か力属性で、ログルフィが進化するかな。でもなんかログルフィ多分進化しないと思う、超進化しないと思うんだよね。やったとしてもあのレイリーみたいな末路が待ってると思うよ、俺は。うん。グレート以上のタップでみたいな、なんかそういうちょっと強めになってくれると思うけどね。それか、グッド以上のタップでになってほしいけどね、俺は。で、1ミリの体力と回復力を 1.25 倍みたいな。で、そしたらぶっ壊れキャラになるけどな。めちゃくちゃ強くね。で、敵全体に自身の攻撃かける100倍の無属性ダメージを与え、自身のスロットを持続性にお邪魔も含め。で、あとなんだろうな。でもログルフィの超進化来ないと思うんだけど。あ、でも来るか。あ、来ないな。最近なんか新キャラの超進化、あれでも超進化最近ローか。あ、でも来んじゃない、ログルフィ。でもね、なんか格段に強くなるやつっていないんだよね、超進化で。それは前と比べたら格段に強くなったのってな、俺はミホークだと思う。ミホークとか、青キジもめちゃくちゃ強いよね、あいつ。あいつ強すぎだよな。エンハンスを1ターン伸ばしてくれて、それに加えて、なんだ？スロット固定じゃなくて、チェインケース固定してくれるでしょ、2.5 に。で、その上に、すべての防御効果を無視した、10万固定ダメージみたいなのも出せるから強いと思う、やっぱり青生地は。で、船長効果だって5ターンで 3.5 倍出るようになっちゃったら、その前とほぼ半分違うからね。うん、だって最初の攻撃倍率も 2.25 倍だし。あと誰だろうな、エースだな。あとでもエース微妙なんだよな、やっぱり強いんだけどみたいな感じがする、エースは。
倍率 3.25 だからね。最近射撃パが弱いよね。だから多分カポネギャングベッチが来ると思う。でも射撃パっていうのはね、第3エンハンスが豊富すぎるんだよ。属性相性つけるでしょ。なおかつ、ダメージ量強化もできて、強制的ダメージ量強化ができるのは唯一射撃パだけなんですよ。ウソップの、強制遅延1ターンを打てるんですよ。あれ強いよね。強制1ターン打てて、それでだから射撃パがね、そのすごすぎる。あのエンハンスがね、絶対的エンハンスを持ってるんだよ。エース入れます。エース入れて攻撃倍率、あーでもスロット影響が2倍がいないのかな。ギリちょいないかな。2倍ってギリギリいないのかな。あ、なんだ、トレジャークルーズ雑談ってお前やめたんじゃねえのかよって言って、話だけはさせてくれよって話よ。でも誰か2倍だよね絶対。待って、モーニングデリブーイ、射撃で、スキル種類指定エンハンス系スロット強化、誰がいる誰がいる誰がいる、おろろ、あ射撃なんだけどっていうのはいるな。いないね。 1.75 倍が最高だ。自由タイプも属性相性はいるんだけどね、パーティーに組み込めないと思うじゃん。あーでも組み込めるのか。あー組み込めねえわルフィ&エースはダブルキャラだと。属性相性自由タイプなんかいないかな、誰か強いの。振りぬめきでじいうりぬうりぬめきでぜセクシーなしモーニングララポイワゴゴおいでトゥルルルセンタシンラノ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 ふう見てみなさんぞすぎるるるるおりぬめきでぜブン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 、キラキラのお前のピンチをいつでもチュラチョン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 使いにゆくんでキラビまあ、特にないな。いやでもまあね、次そろそろビッグマム来るでしょ。ビッグマムでもなんか俺もし黒ひげ襲来でもなく、そうだ黒ひげ襲来してもビッグマム勝つだろうって思ったら、黒ひげにさグラグラの能力あった。あれ強すぎんだよな、最強の攻撃能力だからさ、強すぎるよなグラグラの目。だってあれでしょ、ビッグマムの腹もグラッドーンってやったらさ、うわーってなるじゃん。ズハハハハッバーンって言ってグラグラの身でパンチするじゃん、だから白ひげって強いんだな。あれカイドウより強いってことなの。あでもカイドウよりは強くないのか。サシでやるならカイドウだろうって言ってるから、
やっぱカイドウが最強なのになんでカイドウは強くなかったんだろうね。何なんだろう、白ひげとの違いっていうのは。でもやっぱ世界を滅ぼす力を持ってるのか。カイドウは確かに強いけど、確かにバカみたいなパワーも持ってるし、防御力も持ってるだろうけど、でも白ひげ地球壊せるもんな、やろうと思えば。地球だっけ、まあまあ宇宙、まあ世界を壊す力とか言ってるから、史上最強の音だ。だってグラグラの実でさ、振動で地球を割ることだってできるじゃん。まあ、振動の能力なんだよね。だまあ物ってなんか全てが振動数でできてるっていうじゃん。振動によって硬さが違うから、グラ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 って言ったらうわーってなるから、グラグラも確かに最強だなって話。強すぎだよな。で、黒ひげもう一個目の能力何なんだろうな。あいつは何の能力が欲しいんだろうな。黒ひげもオペオペの実狙ってんのかな、やっぱり。黒ひげは、やっぱ最強の防御力が足りないね、黒ひげは。確かに闇が痛みを吸い取ってくれるからとはいえ、防御力が足りないよね、黒ひげは。最強の矛は持ってるし、相手を無力化する力は持ってるけど、無力化する前にやられちゃうとダメだからね。じゃあバリバリの能力とか盗むのかな、あいつが。まあ、ワンピース面白いねって話でした。じゃあね。